はい、どうもこんにちは。あずきがめゲーム実況チャンネルです。今日はね、断面もの方続けてね、2本目を撮っております。で、今回ね、まあ、新しいイベントとして今左上に出てるんですけどもね、名館大収穫祭のね、後半のイベントが来たんで、こちらの方ね、楽しんでいこうかと思います。いやー、まあ、前回のイベントもまだ終わってない身としてはね、こんなことにうつつを抜かしてる暇はないんですけどもね、まあ、両方ちゃんと回れるようにっていう戒めという意味でもね、こっちの方、まあできればハードはクリアしたい。ハードだね。目標はハード。ベリハは、ベリハを少し挑んで半分ぐらいまでね、まあ削れて、まあ攻略のね、糸口とかをね、お伝えできればいいかなぐらいに考えております。まあノーマルは多分クリアできるんで、ちょっと編成変えますか、でも。こちらのね、編成でいきたいと思います。レッツゴー。頑張ってきてくださいね。まあノーマルはね、多分もう、勝てると思うんで、オートでいきます、オートでも。ちょっとね、赤いのがね、気になるところ。そして、竜さんの方に、かなりね、リソースが割かれるようになってますね。通常攻撃が集まるようになってるというか、そこのところが心配。まあまあまあ、でも、勝ててますね、無事。うん、よしよしよし。倒した。4ターンで、まあまあまあ余裕ですね。問題は次ですよ。はい。やりましたね。いやー、ということでね、今回も、ノーマルをね、ゴリゴリ、オートでね、回って、ながらでね、いいんで1時間ね、ずーっと回り続けたりするのをね、まあ、数回繰り返せば、まあ、今回の、その、交換のね、この、アシスト限定の、まあ、絆解放みたいなところが、まあ、できるんでね、ぜひ忘れずにやってみてください。そして、まあ、ついでね、ハードもやっていきたいと思います。ハードに関してはおそらくね、あの感じで言っても負けるんで、オート切ります。12レベル上がるからね。まあ、バフから、さっきバフかかってなかったしね。うん。まあ、これから。ちょっとこのね、赤いのがね、なんだかよくわかってない。それが非常に厳しいところでもある。そして、全体攻撃をね、すれば、お怒りマークはね、関係なくなるんで、もうガンガンね、全体攻撃。そして、まあ一応、リベリア回復させておきましょう。必要なかったかもしれないけど、一応ね。立て直す。うん。ありがとうございます。必要なさそうだね。ああ、魔法がレジストされてますね、完全に。立て直す。いいね。負ける気配がしないこの感じでいくと。800は痛いな。これはベル君が完全に腐ってるんで、ベル君の場所を別のに変えた方がいいですね。そして、おそらく魔法攻撃今回レジストされてるんで、合図のね、必殺技を打つと、まあおそらくレジストされるだろうということで、今回はね、フィン君のやつは属性ついてない無属性の物理攻撃なんで、これでいきましょう。必殺技は。まあこれで、倒したいところ。できればこれがウィークであってほしい。どうだ？ごぼん。おー、いいね、いいね。悪くないダメージ。おー、倒した、倒した。あります。あれ？あっさり勝てましたね。これ、ワンチャンベリハあるか？やりましたね。さすがに調子乗りすぎか、それは。まあ一応、魔法攻撃が意味ない。危ない、危ない。ベリハなんだけど、まあアイテムで回復しましょう、これは。いや、それにしても、ジャガマルくんってどうやったら全部使い切れるんでしょうかね。いやー、使い切ってる人すげえな。俺がサボりすぎっていうのはあるけど。で、今腐ってるベルくんは別のに変えたいところ。回復2枚積みでいきますか。これでいきましょう。まあ、このね、アンドロメダも絶対に腐るって言い方は良くないけどもね、使えなくなっちゃうんで、別のに変えたきたいところ。何しますかね。まあこれでいっか。気をつけてね。ヒュデュー、ネカル、ヒュデューね。よくわかんない。で、まずはね、もう安定のバフから。で、ここか。魔法耐性上げますか。これ上げ、味方の状態、状態異常回復できんの？知らなかった。それは強いね。
で、まあ物理耐性も強化しときましょう。これで十分なはず。速さなら負けない。強いな。終わりにしましょう。一応状態異常なのかどうか確認のためにこいつは状態異常回復を巻きましょう。そしてまあリベリア回復でいい。で、あと2人はもう攻撃。あれ、さっき俺ブレイブオーダーやってなかった？ブレイブオーダー忘れてる感じがするんで、ブレイブオーダーにしよう。まだまだ。あー、まあまあまあ、おっ、ちょっとダメージ量でかいな。ございます。あー、微妙に借り切れてない。魔法耐性も上げときましょう。一応完全に2枚耐性の火力準備という形でいこう。やばい、リベリアが。それは良くない。ちょっとしくりましたね。完全に回復だった。ここは物理防御下がっちゃうのはまずいんで、いやー、これはベル君から処理かな。頼む。あー、回復薬落ちちゃった。俺の獲物だ。やっぱり物理で行った方がいいってことかな。で、まあこれはね、もう確実に任せる相手は決まっておりますね。うん、まあ、一応これは強化しときましょう。で、運よくこれで気絶できればラッキー。この槍を持って道を切り開く。一応主流てかレカ忘れたけど、アマゾネスの子は気絶技を。おい、1万2000か、割といいダメージが出てるな。結構デバブ巻いてきたな。あ、2人倒れた。まあこれはベルフローキーになるよね。頼む。ちょっと回復役のところで手間取った感はあるな。これベリア勝てそうですね。ちょっともう一回挑もう。大丈夫だった。今の勝てそうだったもんな。一旦出直しましょう。リベリアが落ちてなければ勝ててたぞ。まあまあまあ、魔法攻撃が効きづらい。そして魔力の高いベルを優先的に倒すと、あ、ベル君やっぱり先に倒した方がいいってことか。了解。まあ編成はこれでいいよ。早くしろ、置いてくぞ。魔力の高いベル君って言ってたから、もしかしたら物理耐性より魔力耐性入れた方がいいかもしれない。で、まあ魔法耐性も上げときましょう。あ、魔法耐性上げてたのは多分これ正解だね。まあこれは最初はバフ。いたずらするな。終わりにしましょう。ああ、割と嫌な感じで巻かれてますね。状態異常回復はこういう意味では強いな。うまく回ってますね。また俺デストラクター撃った。ブレイブオーダーじゃなくてデストラクター撃った気がするな。おお、悪くない。回復したい。よしよしよし。ちょっとね、まあ、こんなこと言っちゃあれかもしれんけど、ちぐさの方がちょっと弱いね。遅いね。ここで耐えたいところ。回復して。よし。悪くないよ。よしよしよし。回復2枚耐性でいきましょう。これでもうあとはゴリゴリと。いやー、耐えて。よしよしよし。終わりにしましょう。悪くない悪くない。で、ここは、怒りが多分嫌なんで、ここは状態異常回復に。そして、フィンが、一応この状態だと必殺技が一番通るんで、フィンの必殺技、まあ、あとはこのままでいいでしょう。この槍を持って道を切り開く。いけ。どうだ。いいね。悪子ベル君が倒せそうだ。これベル君倒せそうですね。お、いい感じ。倒したい。よしよしよし。いい、2枚耐性いいかもしれん。これはここは魔法攻撃を入れるべきなのか回復を入れるべきなのか。いやー、魔法耐性上げたいところではあるけど、回復いこう。もう倒せると信じて。これでベル君が落ちれば。よし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 、ベル君落ちた。もうあとはもう肉なり焼くなり好きにしろってことだ。まあ、一応7ターンで倒せるのがあるから、ガンガン、これ攻撃の方がいいね。これ魔法攻撃する必要ないな。ここはさすがに回復にしましょう。リベリアは悪くない悪くない。ラストこれで終わりだ。ドン。よーし、倒しちゃう。ということで、なんとベリーハードクリアですね。いや、この編成でいけてるんで、結構手ぬるい編成だと思うんでね、皆さんもこれは真似できるんじゃないかな。
いや、できないか、割と。仕草とか、ごとつしてない人多いかもしれないし。うん。ということでね、今回、初のね、英雄試練イベントの方だったんですけど、全部 S ランククリアすることができました。いやー、いいですね、これは。やっぱ回復2枚耐性っていうのが良かったですね。リベリアがどうしても行動が後になっちゃう、遅くなっちゃうんで、そこをね、ちぐさを入れることによってカバーっていう感じですかね。ただ、ちぐさの方ね、かなり物理耐久の方がないんで、まあ、そこのところでちぐさが落ちると、まあ、ずるずるといって負けてしまうみたいなのが多分最初の戦いだった。ベリーハート最初の1本目がそれでしたね。まあ、なんで、ちぐさのところ別のキャラ、まあ、理想はリリルカーデですね。リリルカーデにするといいのかなと思います。まあ、あとは、MP 吸収とかがないんで、まあ、エイナさんとかがね、多分アシストに今回は入ってなかったかな。まあ、だからそこのところはアミットとかに変えてもね、まあ、1枚で足りるようになるのかなって思っております。ということで、今回の、英雄試練の方はね、祝ね、全難易度 S ランククリアということで、終わりました。とてもいいですね。で、まあ、自分の動画にはね、まあ、前半の方のイベント、あとはガチャイベント今回来ましたね。人気投票いつ行われたか自分は定かではないんですがね。まあリベリアが人気だったというね。まあさすがにあのキャラ強いんでね。まあ人気だと思うんですけども。まあそれのピックアップガチャとね、引いておりますんで、興味がある方はね、カードと、終了画面の方にね、貼ってるんで、まあ画面右上のアイマークからね、飛んでいただくのが一番簡単かと思うんで、そちらの方から、まあガチャ動画の方もね、ぜひ見ていただければと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。また次回ね、ダンメモのイベントが来た時に動画あげますんで、その時にね、お会いしましょう。じゃあね。あ、チャンネル登録もよろしくね。